から言ってんだよ。だから YouTube だよ。あ、もう絵だけじゃ嫌だってなっちゃった。そう、絵でつまんない。始まったぞ、始まったぞ、始まったぞと思って。今度何やるんだ、今度何やんだって。YouTube って何って感じじゃないですか。また全然知らない。もう本当本当に。だから3年前ぐらいで、ね、YouTube やりたいっつって。よし、じゃあ YouTube やるかって。でも何かわかんないからっつって調べる。うん。最初は、まあ、YouTube といえば目立てみたいな、まあ、目立たないといけない、とにかく注目を浴びないといけない、でも喋りたくない、侍の格好すりゃいいんだ、なんで侍やってるんだよ、甲冑着ればいいんだ、喋んないで甲冑着て、イギリスでやってる人たちが月1億ぐらい稼いでるんですよ。1億？こういう瓶とかを割ったりしてスローモーションカメラでそれを撮るみたいな、で月1億ぐらい稼いでる人たちがいて、めっちゃ簡単じゃんって、これなら俺も喋れなくて、さらに甲冑着てたら勝てるに決まってる。200万のカメラ買って、甲冑100万分買って、トゥクトゥクも買ったんですよ。よし、スローモーションカメラ、侍トゥクトゥク勝ちってやってたら、誰も見ない誰も見ない、再生回数もほぼゼロ。昔上げてた YouTube やってた絵の動画がなんか伸びてきて、どんなに超頑張ってやって侍着てたいっていう動画が、金もかけて10再生何もしてない絵の動画が1万再生、全然10倍全然違う。よし、じゃあスプレーアートだってまた戻って持ってたのに、持ってたのに何でも一回失敗しないとダメだ。そうそうね、いやまだあるよね、いっぱい失敗してるね。そうだよね、ちゃんとなんかずっとスプレーアートに気づくまでまだ気づいてないから、スプライトがダメだ。 T シャツだな、やっぱ沖縄といえば T シャツなんて、400万かけて T シャツオープンして、なんでいきなり金かけんの、ね、侍の格好して2人で犬にラブラドールもかけて、侍の甲冑着さして、犬にもで俺も甲冑かけて、ベロも甲冑かぶってでっかい看板作って、うん、絵の方はまあ売れてたんだけど、うん、まあ、T シャツ屋さんの方ね、はい、半年間の売り上げ、どうぞ3000円T シャツ屋潰そうで、また絵に戻って、絵だけに戻ったらすごい売れて、たまにスパイスがないから、そうハラペーニョがないから、ね、そうだよ、そうだよ、で思い切り腹下すんだな、そうだよ、めっちゃ下してるよ俺日本人だから俺DNA 刻まれてんだ、たまに食べたくなるんだ、まあ楽しくやってるんだね、うん、ダラダラになっちゃうとスパイスが、そうね、 YouTube ね、だから難しいから面白いですね、うん。